目指せスーパーミストラー。はい、皆様こんにちは、コバです。今回はですね、家に帰ったらスバルさんからね封筒が届いたんですよ。何かなと思って、特に今オーダーしたものはなくて、そしたらですね、なんと営業マンの方がですね、フォレスターのカタログをね送ってくれたんですよ。本当にね、粋なことしてくれるなと思っても、気が利くなと思っても感激したんですけどね、カタログ以外にもね、僕はいつも、ディーラーさん行った時にもらってるカートピアとかですね、いろいろキャンペーンの、チラシとかですね、あの本当に気を使ってもらってね、もうこういうことしてくれるから、もう本当スバル好きです。今日はですね、このフォレスターの新しい D 型のカタログをぜひ皆様にもねご紹介させてもらいたいなと思ってビデオを回してます。それでは行きたいと思いますが、まずすっごいかっこいいなと思ったんですよね。最初僕あの SNS で見た時に、ちょっとこのねグリルの部分はまあいいとしても、この目ですね、目の部分がちょっと、んこれキャデラックっぽいぞと、キャデラックエスカレードっぽいな、まあワゴン R の新型もこんな感じですけど、ちょっとスバルっぽくないなと思って、ちょっと正直嫌だなって思ったんですけど、こうやってねドーンってねカタログを見るとかっこいいって思ったのがもう最初の第一声だったんですよね。そんなわけでちょっと中身をね見ていきたいと思います。フォレスター、はい、こんな感じですね。新たなる冒険の幕開けということでですね、誕生以来多彩な冒険を支えてきたフォレスター生まれ変わりましたということでですね、こうやって見ると本当に、目のねところのインパクトがですね、なんかいい意味で薄れてて僕はいいなと感じたんですよ。まあ、実際見てみたらものすごくかっこいいのかも、楽しみですね。そしてこちら新しくなったこの色合いというか、この、アドバンスのあの本革シートナッパレーザーですね。これすごいおしゃれだなと思って、綺麗ですよね。そしてこのアイサイトが、ついに新世代アイサイトが入ったと。アイサイト X ではなくてまた違うんですけど、この従来型のこの青い、点線の中ですね、ここを、ステレオカメラの認識範囲だったのが、もう格段に広がって赤のねところまでアイサイトでしっかりと認識できるよということでね、安心してね、もっとアイサイトが強力になったよということですね。そしてはい、これが新しい、フォレスターのタイプですね。まずツーリング、そして X ブレイク、アドバンス、スポーツとあります。ではまず、このツーリングから行ってみたいと思いますが、ツーリングですね。ツーリングには今回撥水シートが採用されたということで、僕の X ブレイクと同じ感じですね。オレンジ色の刺繍はないですけども、撥水シート、撥水ファブリックということでですね、つきましたと。はい、そしてこっち X ブレイク、僕の X ブレイクですね。それには今度は防水シートです。ちょっとあの今の僕の撥水シートもかなりね水を弾くタイプ。そしてこのステアリングのオレンジ色の加色がされたということで、 X ブレイク変わりましたね。 2.5 の僕のフォレスターと違って 2.0、Eボクサーですね、前回と同じですね。それはそしてアドバンス、こちらがナッパレーザーシートですね。先ほど見ていただいたこのナッパレーザーシート、これが採用されているということで、これはすごい上品な感じですよね。まあ、メーカー装着オプションという感じですが、かなり興味があります。そしてこちらも、撥水ファブリックも選ぶことができるということですね。そしてスポーツ 1.8 ダブルオーバーヘッドカム DOHC 直噴ターボディアギということで、ウルトラスウェード、ホンガーシルバーステッチ、この色がねいいですね。ホライゾンブルーパールと。そして次のページ行くと、これはイクイプメントですね、まあ、こんな感じですよという、まあ、これは僕が説明するよりも見ていただいて、ね、比較していただいた方がいいかなという感じですけども、はい、細かく書いております。そしてどうやら、僕の方とかその C 型のフォレスターより少し、
全長が長くなったようです。ちょっとまだ比較してないんで分かりませんが、少しね大きくなったということをインターネットで見ました。そしてこれがメーカー装着オプションの組み合わせ表ですね。はい、そんなような感じでですね、カラーもこうやってボディカラーあるよと、いいですね。いろんなカラーが用意されてて、これ迷っちゃうね。僕はこのホライゾンブルーパール、これがちょっと興味ありますね。そして、X ブレイクになるとオレンジ色のね、僕は大好きなおすすめのオレンジ色の、飾りもありますよということで、車が来たら試乗してみたいなと思っております。ちょっと最近の動画でね、僕 BRZ とか WRX、まあ、いずれはですね、もしかしたら妻が車を買うかもしれないということで、まあ僕がスポーツカーに戻ってもいいんじゃないのかということでですね、 BRZ、WRX を考えておりましたが、スポレスタ結構いいです。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。